ボンジョルのボナセーラータクタビです。今回は、日本編、西日本編ということで、だいぶ前に秋ぐらいかな、この前の行った高松への日帰り旅行っていうか日帰りをお届けしたいと思います。京都にまだその時は住んでたんで、京都から高松まで片道どれぐらいだったかな、4時間とかだったかな、それぐらいかかりました。で、京都からまず姫路まで行って、あ、これは大阪梅田ですけど、はい、梅田に着いて、まあ梅田では乗り換えがなかったんでずっと乗ってて、で、これで今姫路に着きました。着いてます、なんて言うんだろう、着きますはい、で、姫路から一個電車乗り換えて、どこだったかな、途中の駅まで行って、で、そこでもう一回乗り換えて、岡山まで行きます。そうするとね、岡山から瀬戸海峡、瀬戸大橋を渡って電車でね、高松まで行くことができます。ちょっと周りに人がいたんでね、今下しか映ってないんですけど、次はあれに乗ってね、乗り換えて行きたいと思います。行きたいと思いますっていうか行ったんですけどね。はいはい、乗りました。で、乗り換えの駅に着いて、次ね、こんな黄色い電車でね、ちょっと古めの電車でした。はい、で、こっから岡山も結構遠くてね、1時間ぐらいかかったかな。ちょっと後で編集するときに載せておきます、何時間かかったか。で、高松に行こうと思った理由は、まあ、青春18切符を買ってたんですけど、どうしようかなと思って、あ、うどん食べてえなって言って行きましたね。次の日で、ね、友達に、うどん食いてえなと思ってさ、高松まで行ったんだよねって言ったら、えって言われましたね。まあそうですよね、普通はね。で、その途中の駅からはこういう山の中をね、結構通っていきます。多分新幹線がね、姫路からあるんで、普通電車しかないのかなって。豊橋から浜松とかね、うちの近くだと、そこら辺も新幹線があるからっていう、よくわかんない理由で普通電車しかないのはね、ほんとやめてほしいですね。で、岡山、あ、ちょっとね、早送りなんで、なんかドゥッ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 ってなっちゃってますけど、岡山に着きます。着きました。で、岡山駅からマリンライナーに乗って四国へ渡っていきます。で、着いたのもお昼過ぎで、で、帰ってくるのが9時とか、夜のね、夜の9時とかに京都に着きたかったんで、10時とか、結構ね、弾丸旅行で移動時間の方が長いってなっちゃいましたね。これが岡山駅です。特に何もないけどね、駅の構内はね、普通の駅だから。マリンライナーは前の 何車両かが確か指定席で有料だけど、後ろの方は普通に自由席なんでね、18切符で乗ることができます。18切符は指定席のある電車には基本乗れないんで、ずっとね、特急とかで行くしかないんでね。はい、これがマリンライナーです。まあ、マリンライナーって言ってもね、普通に関西走ってる電車とほとんど変わんないですけど、これに乗って行きたいと思います。これ瀬戸大橋ですね。また車窓からっていうシリーズで、こ
こはゆっくりちゃんとした速度のやつ出すかもしれません。いやー海いいですよね。海、そういえばちょうどこれ今撮ってる日が25日なんですけど、撮ってるっていうか録音してる日がね、さっきサーフィンやっててね、オリンピックで何にもルールわかんないけど見てましたねあ、なんか点数加算されてるんじゃないあれとか言いながらね。はい。で、高松駅に無事到着しました。ちなみにこの左側の電車はね、どこだったかな？高知とか行く電車でした。高知もね、電車で行ってみたいですね。という感じで、今回はここで終わりたいと思います。また、次回、明日はイタリアの動画かな？になると思うんですけれども、またこの続きもやるのでよろしくお願いします。では次回お会いしましょう。チャオチャオ。